はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。1時40分を過ぎました。今日はね、朝からね、わざわざね、千葉県まで行ってきて、千葉市まで行ってきましたけど、空振りに終わりました。ほんまにもう2時間ちょっと損しましたね。まあしゃあないです。どうでしょう、今日日経平均は下がってるんじゃなかったかな。そうですね、あ、でもちょっと戻したみたいですね。157円安になってますね今。1時43分ぐらいです。ドル円はですね、145いったとニュースで見てたんですけど、今 144.733 ですね。もしかしたら介入が入ったのかもしれません。その他目立ったものはないですね。原油堅調ですね、 69.92、 金安い1915、金安いドル高い円安いですね。ウォンも安なってていいんですけど、まあ、ちょっとこう安いんかな、これは1320ですね。夕べ夜の部で、また夜の部で下がって朝明けてから頑張ってるという感じですか。1320ですね。さて、これはですね、今日ね、長い間電車乗ってましたんで、いろんなニュースを読みましたけど、その中でこれおもろかったなというのはこれですね、JB プレス。プリゴジンの乱が見事にあぶり出したロシア地上軍の激しい損耗度。ウクライナの反転攻勢が3回と続けばほぼ壊滅か。西村金一さんっていいんですか。ちょっとね、行きましょうか。エフゲニー・プリゴジン氏と彼が率いるワグネル部隊は武装蜂起。6月23日から24日し、ロシア・ロストフ州内の南部軍管区司令部を占拠した。さらに北方に移動して、ポロネジ州ではロシア軍攻撃ヘリを撃墜した。これね、ロシア軍攻撃ヘリが攻撃してきたんでしょうね、きっと。さらにモスクワに向かって前進し、モスクワまであと200キロのところまで到達した。モスクワに向かう道路には砂を積んだ大型トラックが道路を塞ぐように置かれていた。これらの車両は軍の戦闘車に簡単に押し出されてしまうので、ほとんど無意味なことであった。連邦保安局の装甲車はまれに巡回しているように見えたが、戦闘配備についてはいなかった。モスクワでは連邦保安局の装甲車が市内に展開した。保安局の装甲車は軍の戦車や歩兵戦闘車と互角に戦える兵器ではない。あのね、ただね、プリゴジンのワグネルって多分戦車を伴った北上ではなかったと思います。というのは戦車ってね、あれキャタピラでしょ、走るの遅いので、一般道路をキャタピラで走ったらですね、道路壊れてしまうんですよ。で、あとやたらとガソリン食うんですよ。だから100キロも走るのには何回も給油しなあかんと思うんですよね。まあだから戦車は来ないけど、歩兵戦闘車なら来たと思います。これはタイヤですから、ダーッと高速道路走れるわけですね。それでもですね、その連邦保安局の装甲車、これ要は警察車両ですからね、軍隊を相手にしたら勝てるわけなかったんですね。だからモスクワを守ってる軍隊いなかったいうふうにここに書かれています。で、攻撃ヘリコプターを出してきてビビらそうと思ったらですね、多分あのスティンガーみたいな、ああいうので落とされたんだと思います。あれ、結構弱いんですよ、攻撃用ヘリコプターっていうのも。ワグネルの部隊の地上戦闘力に対して、ロシア連邦保安局の治安機関では、戦闘になれば勝負は見えている。保安局の治安部隊がコッパみじんにやられてしまうと、それはそうでしょう。保安局の治安部隊っていうのは市民のデモ隊を相手にするところだって、本式の軍隊を相手にしたらそんなもん全然叶いません。まあ、だからね、実はモスクワを守っている軍隊なかったんですよ。だから、私はワグネル部隊がクレムリンに到着すれば、ロシア地上軍がウクライナから引き返してクレムリンの配置に着くまで戦車砲を数百発は撃ち込めたのではないかと予想していた。まあ、戦車が来ていればね、自走砲やったら来れたんで、自走砲バカバカ撃ったらよかったよ、撃てたかもしれません、クレムリンをね。プーチン大統領は厳しく必ず罰する、武装蜂起は裏切りと鬼の形相でテレビ演説したのも、映像と言葉で脅すことしかワグネル部隊を止められなかったからである。唯一
止められる地上軍部隊はウクライナにいるので、そこからの来援では間に合わないと感じたのだろうと。そうですね、すごいですね。しかしね、まあ図が書いてありますけども、これらの実態を分析すれば、ロシア国内モスクワまでの進行経路には武装兵力を止める地上軍が配備されていないと。おいでね、これね、当然ね、モスクワも守っていないし、他の方面も今スカスカになってるんですって。で、別の、記事も読みましたけど、もうロシア軍ね、ウクライナ侵攻したことによってね、もう地上兵力ね、地上兵力の戦車とかっておそらく半分以上やられたんじゃと、やられてしまってると。でだから古い戦車も出してきたなんて話ありましたけど、もうね今ね、ロシア軍ねヘロヘロなんですよ。ヘロヘロで、人数だけはまだね、人口が多いんで人数だけはまだいるんですけど、もうちょっとやったらですね、あと半年ぐらいやったらもうね、ほぼですね、もうなんていうか、こう戦闘能力がなくなるんではないかというのがこの記事ですね。もうこれくらいでやめて1ページ目を貼っておきますけど、これね、よく考えたらね、もうじゃあロシアの軍隊怖くないというところまで来てるわけです、弱ってるわけですよ、ウクライナ軍にやられて。で、まあウクライナ軍のね、攻勢が成功するかどうかは分かりません。再々申し上げている通り、守ることは一番たやすいんですね。だから今ロシアは前線を守るという体制に入っています。だからウクライナがよっぽどこう大攻勢をかけないとですね、そんなに進撃はできないと思うんですね。それでね、ロシアがねもっと弱ったらええやんと実はアメリカとか思ってるはずなんですよ。だからあんまりね、ここで急戦になったらね、まだロシア軍余力を残すわけでしょう。でもあと1年2年長引かしてウクライナに戦ってもらってですね、ロシア軍を損耗させればですね、もうあんまりロシアの地上軍は恐れねえやんというレベルになるんではないかというふうにアメリカは呼んでるんちゃうのかなと。そしたらあんまりアメリカはですね、早期停戦を望まないかもしれんなという気がしてきましたね。ちょっと悪魔的ですけどね。もうで戦うのはウクライナ人でしょ、でアメリカ人死なないでしょ。まあアメリカ人はイギリス人も一部参加してるらしいですけど、それはまあ傭兵的に参加してるような感じですね。なんでですね、あんまりこう早い停戦を望まないのかなという感じがしなくもないですね。で、あとこれね、プリゴジン今しもたと思ってると思うんですよ。あのままモスクワ行ったったらよかったと思ってるはずなんですね。でワグネルが武装解除されたという話は伝わってきてませんから、ですね、まあどうなったかですね、一部ベラルーシに入ってるなんていう記事もありました。だからプリゴジンはもう一発今度はやったんでみたいな、そういう気持ちでいる可能性があります。だってね、黙ってたらね、プーチンさんからお使いが来るわけですよ、あの世へ行ってくださいっていうだけでしょ。で、なんて言いますか、今ロシア軍弱くてもね、そのお使いさん部隊はですね全然弱ってませんからね。もう今全力を挙げてプーチンはですね、プリゴジンさんにお使いを送ってるはずなんですよ。だからね、いずれやられてしまう可能性があるわけですね。それやったら先にやってしまうという発想で来るのがですね普通だと思うんですね。ましてやプリゴジンみたいな人ですからね。なんでこれだから、セカンドステージっていうかリターンマッチがですね、ある可能性がありますね。なんでちょっとまあ旗から見てる分にはですね、変化があってですね、こうあれ興味深いですね、ものすごく。で、今後はですね、プーチンはね、これに懲りてね、多分モスクワ警備部隊っていうのを配すると思うんですね。まあどっかから連れてきてですね。でもですね、今どう見ましょうかね、プーチンさんの睨みが効かなくなったんでね、またアルベニアとかアルゼルバイジャンとか、あの辺でね、反乱めいたことがですね、ロシアに対してですね、反乱めいたことが起こるんちゃうんかな、あるいはチェチェンとかね、今のうちや、独立しようとかって、まあ普通そう考えるでしょ、今のうちやで、今やったら独立できんだよみたいな。まあだから非常に、まあ、ロシア情勢というのはですね、流動的になってきたんちゃうのかなと、そんな気がしますね。いや、まあ面白いって面白いんですけどね、不謹慎っちゃ不謹慎ですけど、はい。まあただロシアの力が弱るというのはね、これ日本にとってはいいことなんですよ。その時にまだね、北方領土も交渉しやすくなるわけですからね。
はい、ということでこの プロゴジンの乱が見事にあぶり出した、ロシア地上軍の激しい損耗だという JB プレスの1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。